愛する人が突然認知症に。あなたはその時どうしますか？家族が認知症になりました。そこにあったらいいね、ユマニチュード。認知症の方は日々さまざまな不安を抱えながら生活してらっしゃるわけなんですけれども、その認知症に関して相手の心に寄り添うケア技法、ユマニチュードについて私たち学ばせていただいています。今日はじゃあ触れるについてお話ししていきたいと思います。触れるっていうのはコミュニケーションを良好なものにしていくためにも一つ重要な要素として掲げられていますよと。ただ触ればいいっていうものではないんですねっていうことなんですね。体の中では敏感な部位っていうのはいくつかあります。なるべくその敏感なところじゃないところから触れていく。掴むではなく触れるを意識することが大切です。着地と離陸っていう言葉があるんですけども、着地と離陸、まず最初にいきなりガッてちょっと掴んでもらいましょうか。ハリーさんの手をガッと。おお、確かに違和感、かなり強めの違和感。すごい専門的なことを言うと、体幹がブレるイコール転びやすいっていうふうに感じますし、勘弁してくれよって思っちゃいますね。そうか、そうですよね。自分の意識してない状態で体が勝手に動かされるってどんだけ不安かっていうことなんですよ。あとはそうですね、着地するように手を滑らせてこう触れていく。で、話すときは離陸のようにゆっくりこう話していくと。ハリーさんこんにちは。で、話すときにゆっくり意図的にこういきますよと。居心地はいいです。そうです。体温ってびっくりするぐらい人の心をリラックスさせるというか、父親が時々立ちたくない、動きたくない、リハビリしたくないっていう時に強引にやらせた時に、その時の父親の反応は叫び始める。そうですね。まあ今日経験したことありますよね。はい。父が、まあ、その認知症の一つとして洋服の脱ぎ着っていうのがあったんですよ、うちは。着ても脱ぐ、着たら脱ぐ、とにかく上着が気になるみたいで、着てるんですけどリビングにいる間に何回もそれを脱ごうとするんです。はいはいはい、あったあった。また着るんですけど、今度右の腕だけ袖が通ってない状態で着てるから、それがもう見てるに耐えかねて、まあ、無理やり触って脱がせ、脱がせる。そう、それが一番嫌がってたんですよ。うん、はいはい、もうこう、そうなんですよ。なりました。もう引っ張れば引っ張るほど痛い痛い痛い、動かん動かん動かんって言っちゃう。ですね。はい。やだやだやだって。やだやだって。拒否に変わっていきますよね。まあ、洋服を着方間違えてると、袖が通ってないと、だから良かれと思って袖を通してあげようとするんだけど、はい、結局その本人からすると何何何されるのみたいな感じで動かされるから、すごく恐怖でしかない。そうしていくと誰かに何かされることに対して全般的に拒否が広がっていくっていうところでは、もう本当に悪い方悪い方に行っちゃうので、間違ったタッチは恐怖につながる、うん、これはね、覚えることですね。はい、そうですね。なんか赤ちゃんを抱っこしたりとか触ったりする感覚ってことですよね。そうですね。赤ちゃん抱っこする時ってやっぱ皆さんこう下から支えると思うんです。本当赤ちゃん抱っこしてる要素ってすごく共通してるところが多くって、あの時って大体皆さんこう、はい、もちろん目を合わせたりもありますし、下からこう支えて優しさを一生懸命伝えようとしてるじゃないですか。本当にああいったものをこう想像しながらですね、関わっていけると。決して認知症の方は赤ちゃんではないので、そこは誤解ないようにお願いしたいんですが、でもああいったところからも読み解くことができるんじゃないかなというふうには思いますね。だってそれって愛情以外の何物でもないですもんね。愛してるよっていうことを伝えると思うので、まあ、あとはその面積を広くであったりとか、はい、気持ちを届けるっていうと着陸と離陸とかもですね。着陸離陸いっぱい勉強しましたの、でもキャッチーだし、はい、分かりやすいじゃないですか。そうですね。ただ掴むとか、なんかこう乱暴にするんじゃなくて、優しさを伝えていきながら触れることが大事なんだよねっていうことを覚えてれば、関わり方全般が変わってくるんじゃないかな。あなたに関心がありますよっていう気持ちで向き合っていくことができれば、自然とそういう触り方になると思いますし、ぜひぜひ身につけていただければよろしいかなというふうに思います。包み込むように触れることで優しさを伝えることができます。次回、立つを詳しく。